ポンチャンネルのポンポントーク、この先もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさん、なんかさっき言ってましたけど DM で、ヒシカさんですか、はい、が生きてるのかっていうなんか質問が来てるみたいですが、はい、何人かから来てますね。ヒシカさんって最近よくよく話に出てこられる方ですよね。そうですね、はい、神戸山の住民から、はい、小田さん狙って行ったヒットマンですね、はい、はいはいはい、その方の話を今日じゃあしますね、はいはい、生きてるのかという話ですが、はいはい、これ自分のほんまに勝手な意見ですよ、はい、自分は生きてると思います。ポンさん的には生きてると思う、はい、生きてると思います、はい、まあもしかしたら、はい、もう一回仕事をするんじゃないかなって思ってるところもあります。もう一度、はい、この人のことを知ってる人、はい、石川さんをね知ってる人からしたら、はい、もう一回行くんじゃないかと、はい、思ってる人は多いみたいですね。うーん、ヤマケン組ってね、はい、お次の人、はい、自分の親方親分が、はい、事務所にヤマケン組の事務所に行った時に、はい、なんか待機する場所があるらしいんですよ、はい、そこでたまりみたいなとこですね、はい、そこで岸川さんが、はい、すると、行くと、はい、仕事しようと思っていると、はい、もうそのためやったら試験になってもいいっていうようなことを言ってたと、はい、何人かにね、はい、そういう話が、まあ、警察も知ってると思うんですけど、はい、漏れてたんですよ、はい、だからまあこれ人はいろんな人がいてて、はい、失敗やと下手打ちやろと、はい、岸川さんがね、はい、結局小田さんに体に入ってないから、はい、下手打ちやろと、はい、ね、これ楠本さんという方亡くなったんですけど、はい、小田さんには弾は入ってないから結局下手打ちだろうという人もいてるらしいんですよ、はい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 、それはまあ菱川さんも分かってると思うんですよ、はい、でも自分は下手打ちじゃないと思うんですよ。下手打ちじゃない、はい、もちろん、なんでかって言ったらね、はい、小田さんの車ってフルボーダーなんですよ。あ、そうなんですか、はいはい、だから菱川さんの持ってる道具では入らないんですよ、はい、なるほど。だからもう一人ね、緑マンっていう人間が、はい、防犯カメラに映ってたんですけど、はい、人が持ってた道具であったら屋根からって入るらしいんですよ。なるほど。屋根が一番抜けやすいらしいんです、はい、その小田さんが持ってたアルファードはね、はい、横から行っても入らないらしいんです。なるほど。だからそんなことみんな分かってるんですよ、はい、山県組の人は、はい、なぜかってアルファードは井上組長のプレゼントやから、小田さんにプレゼントしたやつやから。なるほど。だから分かってるんですよ。うーん、だから階段の上から行くんか、はい、車に飛び乗って屋根から行くんかっていうような話だったと思うんですよ。なるほど。だからもともと人は菱川さんは前から車を止めるために正面から行ってると思うんですよ、はい、なるほど。止めてる隙にその緑マンって言われてる人が行く予定だったと思うんですよ。予定としては、はい、はい、だから全然下手打ちでも何でもないんですよ。ただそこで楠本さんとやり合いになって弾いてるけども、はい、下手打ちでも何でもないと思うんですよ。でも世間の人は下手打ちやって言うんであればもう一回やったのかぐらいの気は持ってるんじゃないかなと思うんです。なるほど。もともとはそっちじゃないかっていう。そうですね、そうですよね、はい、そうですよね。だって防弾って分かっててわざわざそんなとこから正面から行かないでしょ。行かないですよね、はい、また違うところで狙いますよね、それだったら、うん、と思うんですよ。それとやっぱり、うん、これ前の動画でも何回か言ってるんですけど、はい、井上の組長と、はい、井出のおじさんが、はい、こう仲が悪くなったと、はい、それはその楠本さんの命日に手を合わしに行った行ってないの話で悪くなってるんですよ。はいはいはい。でもこれは入江のおじさんほどの人がね、はい、これはダメだと、はい、こういうことをしたらダメだと、はい、いうことぐらい百も承知だと思うんですよ。なるほど。それをあえて手を執行部の方が手を合わせに行った、それを井上の組長がの耳に入って激怒して怒ったとか、はい、もう僕はこんなん絶対にできレースっていうか作られた話としか思えないんですよ。でもこれはやっぱり菱川さん向いてだと思うんですよ、はいはいはい、でもだから菱川さんの口が怖いと、はい、警察にパクられた時に井上の組長の指示やと、はい、いうようなことを言うからこれを絵描いてるっていう風に、まあ
僕もまあ思てるし、思てる人も多いんですよ。はい。でも井上の組長自身が調査してることなんか絶対ないんですよ。なるほど。まあ、間にクッションは絶対あるんですよ。だから菱川さんのことを大事に思った自分はこれはデキレースだと思うんですよ。なるほど。井上組長の優しさね。はいはい。その自分が強さでパクられるのが嫌やからとか、はい、そういうのじゃなくて、はい、本当に言った人間の気持ちも考えたらダメだぞっていうデキレースをしたと思うんですよ。なるほど。でも実際はもう全部分かっててのことだと思います。そんだけやっぱり連合、うん、小田さん含めた連合っていうのは神戸山口、山口にとって大事だったってことですね。なるほど。はい。だから菱川さんは生きてると思います。ああ、父さん的にはもう菱川さんは生きてると。はい。もしかしたらもう一度生きてる。はい。なんならなんならもう一回仕事するんじゃないかなっていうぐらい思ってますね。なるほど。はい。まあ、今後の動きがまたあれば、はい、父さんよろしくお願いします。はい。今日もありがとうございました。はい。ポンポンちゃん。